ハロー YouTube。 どうもこんにちは。はい、今回ですけども、今日はですね、何のところかと言いますと、前回ですね、ユニクロだとか、シュプリームの紹介した時にですね、あるスニーカーがちょっと買えなかったっていうふうに言ってたんですけれども、で、今回はですね、またですね、前回、ちょっと前ですかね、で買ったモノ株、また買いまして、そちらを紹介したいと思います。はい。で、一応ですね、今回届いたのは、こちらですね、モノ株ですね。はい。またはモノ株でございますね。まあ、なんか最近フリマサイトとか、で買うのもですね、なんかあんまりなんか気が引けないですし、まああとオークションとかでもあんまりそんなに自分は買わないんで、まあむしろオークションとかで出す方ですかね。まああんま買ったことあんま買わない方なんですけど、で一応まあモノ株のいいところはまあ一応本物保証っていうんですかね。一回その出品者と購入者の間にモノ株が入って、全部鑑定とかも全部やってくれるんで、まあそれがいいかなと思って一応また買ってみました。で一応そんなにですね、まあプレネもそこまでついてなかったんで、まあとりあえず買っとけということで買いました、今回は。はい。で買った商品がですね、こちらですね。はい。まあ多分この箱には何か分かるかと思うんですけども、ジョーダンですね。はい。で今回買ったのがジョーダン5ですね。はい。でジョーダン5の、ファイアレッドですね。はい、買いました。一応ですね、まあ、今、ジョーダン、そこまで今、相場的にはそんなに高くなってないんで、まあ、欲しい人だったら今のうちに買っといた方がいいのかもしれないですね。で、ちょっと前に出た、AJ4 のブラックキャット、あれもですね、欲しいなと思う。後からちょっと欲しく、また、今最近欲しくなってですね、価格見たらですね、結構高くなってたんで、もう3万円ぐらいですかね。はじめ出てた時2万6千とか、2万5千とか、そんななんか、定価と、大して差がなかったんで、どうしようかなって一瞬迷ってですね、前のジョーダン1のファイングリーン買った時に、ファイングリーンかブラックキャットかどっち買おうかなって迷ったんですけど、その時に買っとけばよかったなちょっと思いましたね。今ちょっと高くなっちゃってるんで、なんでそのうちこれもですね、おそらくちょっと値段が上がっちゃうのかもしれないんで、でまあそうと思ってですね、買った形になります。はい。ではですね、中身を、見ていきたいと思います。では早速ちょっと見ていきましょう。はい。ではですね、まずちょっと中身を見ていきましょう。で、まず結構重厚な箱ですね。はい、開けてみまーす。開けるとこんな感じの薄っぺらいキャラで紙があって、こんな感じですね。はい。いやー、かっこいいですね。まあ、ちょっとですね、紐だ、なんかをちょっと自分でこれ調節しちゃったんで、こんな感じなんですけど、前回、AJ1、紹介した時に、紐ってそんな最初結ばれてましたかっていう結構いろんな指摘がありまして、まあ、今回これちゃんと自分で後から、一回中開けてですね、紐も全部調整した状態なんで、はい。手直ししてる感じなんで、ご了承ください。はい。こんな感じですね。いや、これかっこいいですね、結構。でもまあ、ほんと見た感じでもほんとバッシュって感じですね。はい。こんな感じで。はい。ではですね、ちょっと角度を変えて見てみましょう。はい。ではですね、角度を変えてみるとこんな感じですね。今こんな感じで。いや、ほんとザ・バッシュって感じですね。結構ハイカットで、ごついっす。一応まあ今回モノ株で買ってるんで、こちらにですね、モノ株のタグがあります。はい。で、一応まあちょっとですね、今回ね、モノ株で買って、残念なところがですね、結構届いた時にチェックしてみてですね、まあ一応、よく自分いろんな商品、お客さんに売ったりするんで、傷がないかですね、まず品質チェックというか、傷がないかどうかチェックしたら、なんとですね、傷があったんですね。嘘でしょって思ってですね。結構ですね、このタブの、ここの、シューターのところですね、シューターのところにちょっと傷があってですね、マジかと思ったんですけど、まあ、なんか返品するのも、ね、めんどくさいし、まあいいやと思って。なんでちょっとですね、その辺もですね、ちょっとしっかりチェックしてほしいなぁとは思いましたね。まあ海外製品なんで、まあどうしてもですね、傷とかは多分多少はあるのかなと思うんだけど、これ結構でかい、目立つ傷だよなぁと思ってですね、ちょっとびっくりっすよね。ここにですね、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、どうだろう。ここら辺これですかね、ここ。ここに傷があるっていうね。びっくりしましたね。ちゃんとチェックしろよって感じなんですけど。まあそこがちょっと残念だったかなと思いますね。まあちょっと次回から考えようかなと思うんですけど。まあ中にはですね、こういう傷が気になる方とかも多分おそらくいらっしゃると思うんで、まあ今回はそんなって言っても結構やっぱり2万円以上する商品なんで、まあ結構高価なものにはなるんで、
まあその辺もちょっと気を使ってほしいなと思いますけどね。まあ自分だったら結構何十万するようなものとかだと本当慎重に見ますからね。あ、傷があったらやばってなっちゃいますからね。絶対怒られるし。まあもう今回は面倒くさいからもういいやと思って、まあ、履けばまあどうせ汚れたりとかすると思ったんで、はい。ではですね、ちょっと細かく見ていきますと、まずですね、この全体がこのスムースレザーですね。はい。で、ここによくある、なんていうの、ラバーの、ラバーのなんかこういうメッシュみたいな感じですかね。これがまあ結構数年使うとなんかよく黄ばんでくるような写真とかよく見るんですけども。で、あとはまあエアーが入ってて、で、こちらがナイキのマークですね。はい。で、あとここの、ジョーダンの文字が逆さになってるですとか、まあ多分ほとんど、ちょっと自分これ買ったの遅かったんで、もう多分早く買われた方がもうレビューしてると思うんで、まあそんなに、話すこともないのかなとは思うんですけども、で、一応ここがリフレクト素材になってるからですね、結構光とかだけど結構光る感じで、意外でしたね。初めてこれジョーダン5買ったんで、で、あと、側面がこんな感じになってるからね。クリアソールになってて。はい。で、これは、で、前発売されたのが2013年。なんで、まあ、7年ぶりに発売されたっていう形ですね。で、一応まあ、このジョーダン5が、生誕30周年ということで。まあ、なんで、まあ、前回が2013年に発売されてて、で、7年ぶりにまあ、今回発売されたってことだったんで、まあ、とりあえずまあ、いいや、言っとけと思って買った形になりますね。はい。まあ、多分まだもし次出たとしても、また何年後か。7年後。まあ、今回7年後だったんで、またそれより先になるかもしれないですし。という意味で、まあ、とりあえずもう買っときましたね。で、また、今年またこれ、6月 ?5 月か6月にまたこれのブラックですかね。ブラックのタイプが出ると思うんで、そっちも欲しいなとは思うんですけども、もう先にこっちが出たんで、とりあえずもう AJ5 持ってなかったんで、一回どんなもんかなと思って、ちょっと一回気になってたんで、で、今回買ってみましたね。で、これが漫画、スラムダンクのルカワカラーですかね。ルカワが愛用してたモデルになるので。はい。ではですね、ちょっと、ただ思ったのが結構ごついんで、あとこの、終端とかもこうやってポコンで出てるんで、結構これ服とかに合わせ、パンツが合わせるの難しいかなとちょっと思ってまして、ちょっといろんなパンツでですね、ちょっと一回合わせてみたいと思います。では早速見ていきましょう。はい、ではですね、これまずGU のシェフパンツに合わせてみてみました。まあ多分おそらくこれバッシュで結構靴がごついんで、まあ割と太めのパンツに合わせた方がいいのかなと思いますね。では次にですね、ジーパンに合わせるとこんな感じですね。で今これ入ってるのがリーバイスの501ですね。まあ、結構リーバイスの501って結構太いんで、こんな感じで、靴の方が、上の方が隠れるぐらいなんですけど、ワイドパンツならこんな感じですかね。これ同じまたデニムになるんですけども、今度はこれシェフパンツのデニムに合わせてます。まあ、さっきのリーバイスのパンツだと、まあなんていうんですか、この辺がワイド太いんで、逆にまあシェフパンツはテーパーがかかってるんで、これ裏のズボンの方がいいかなと思います。ちょっとあんまりなんか太いパンツも好きじゃないんですね。まあ、やっぱジーパンとかに合わせると結構この今回のホワイトカラーになるの、ホワイトとレッドの色が映えるかなって感じですかね。はい、では続いてですね、シェフパンツのブラックですね。やっぱこのブラックのパンツと相性はいいですね。この組み合わせ結構一番好きかな。これは黒いパンツか、もしくはさっきのデニムですかね。シェフパンツのデニムの組み合わせが結構いいかなと思いますね。まあ、やっぱりなんか最近、まあ時代の流れか、あんまりなんかその太いズボンっていうんですかね、ああいうのが全然好きじゃなくてですね、自分は。まあ、やっぱりなんか、ね、
あの、太いのはいいんですけど、この、なんていうんですか、テーパードがやっぱかかってるズボンのがシルエットが好きなんで、まあなんかだんだん好みが変わってきちゃいますね。なんでなかなかこういうバッシュとかも普段やっぱ履かないんで、まあなかなか合わせるのが難しいんですけども、大体あのエアフォースワンとか、ああいう、なんだ、バンズの靴だとか、ローカットのスニーカーっていうんですかね。ああいったのがまあ合わせやすいっちゃ合わせやすいんですけども、なかなかこういうハイカットみたいな、バッシュがなかなか、またエアジョーダンはまたタイプが違うんで、またなんとも言えないですけど、こういう本当にごついバッシュは、難しいですね。はい。では、こんな感じになります。はい。では、いかがだったでしょうか。まあ、なかなかですね、今回の、この、ルカーモデルに関しましては、まあ、かなり、いいんではないでしょうか。まあ、今回7年ぶりということで、次いつ発売されるかわからないんで、一応買っておきました。はい。で、あと一応、これ、サイズ感に関しましては、一応、今回普通の、普段のサイズよりも 0.5 アップで買ってまして、で、なんでかっていうと、この中にですね、シュータンがあって、ここ、ちょっと分かりづらいですか、ね、これですね。このシュータンにゴムが、両サイドこれついてるんで、このゴムがですね、多分ちょっと履いてみると、若干、普通のサイズ買っちゃうと多分窮屈感感じると思うんで、で、一応 0.5 アップで買いました。で、一応まあ実際このゴムが入ってることは全然知らんかったんですけども、まあ前に同じようなこういう中にゴムが入ってるスニーカー買った時に、普通のサイズ買ったらですね、なんかちょっと窮屈感買ったんで、その時にまあ 0.5 アップで買っとけよかったって後悔したことがあったんで、で、今回アップで買いました。はい。まあ、やっぱりネットで買うんで、サイズで失敗する可能性高いですし、まあ、本当だったら一番いいのは試着して買えればいいんですけども、まあ、こういったモデルだと本当買えないんで、で、まあ、今回、アップで買った形ですね。まあ、一応 AJ1 とか、まあ、大体ジョーダンシリーズは全部 0.5 アップで買ってますね、自分は。はい。で、あとはまあ、本当は普通に買えればいいんですけど、まあ、やっぱりこういうリセールサイトとかで買うとですね、まあ、今これ値段見てもですね、そんな全然プレーンでついてないんで、もう本当に普通に買えんかなと思うんですけどね。これ売ってる人もですね、多分全然儲けないと思うんですよね。多分大しておそらく1000円も儲かんないんじゃないかなっていうぐらいのレベルの価格だったんで、サイトの手数料取られるし、送料かかるし、全くメリットないと思うんですよね。でも、まあ、まだ未だにこういう、転売をやめない方が結構多いんで、まあそんな儲かんないよっていう感じですかね。本当にもう、一部のものだけですね。本当、レアな、まあトラビス・スコットだとか、オフホワイトとかですかね。ぐらいで、あとほとんどそんなに大して、儲かるかっていうぐらいのレベルかなとは自分的には思うんですけどね。未だに。はい。で、あとはまあ今ちょっとウイルスの影響で、まあ販売とかももうほとんどオンラインに絞られてしまうんで、まあそれで余計なかなか買えないっていうのもあったりしますけどね。はい。まあ自分もちょっと自分ごとですけども、ついにですね、ウイルスのおかげで、まあ今まで海外輸入、してたんですけれども、それもちょっとできなくなりまして、一応、発注とかはできるんですけど、その海外の方が、いつこっちの方に発送してくれるのかっていう、その目処が立たなくてですね。で、ちょっと今4月から止めてるって形なんですけれども、まあ、えらいこったなと思ってですね、もうその、物販の収入がゼロになりますからね。嘘でしょと思ってですね。オンラインは普通に大丈夫かなと思ったらですね、まあ、やっぱり大体自分仕入れてるのがヨーロッパの方なんで、まあ、ヨーロッパの方って言うと、ニュース見てわかる通りも、経済が、地域によっては止まってるところがあるんで、まあ、その影響で完全にアウトっていう感じですね。マジかと思って。で、もう一つですね、そのお客さんの商品じゃないですけど、ちょっと個人的に、育毛剤をですね、ちょっと2週間ぐらい前に、注文したんですけど、それも未だに届かないですからね。まあ、それも海外から多分、届く形なんですけど、未だに届いてないって言われるんで、よくある有名な、サイトがあるんですけども、そこで頼んだんですけど、未だに届いてないんで、やっぱりもう荷物系はもう全部遅延が出てたりですとか、どっかで止まってる可能性があるんで、まぁ、ちょっと海外から、買うのもちょっと今きついのかな。で、逆に今スニーカーのエンドとか、ああいう抽選とか、やってるんですけど、ああいうのも届くのかなちょっと心配ですよね。なんでちょっと海外の方がですね、ウイルスが収まらん限りちょっと買えんかなと思ってですね、やめてる形になります。はい。ではちょっと余分な話になってしまいましたけども。またで、ね、何かですね、購入したりだとか、何か、紹介するものがありましたら随時ですね、動画の方でアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。